はい、カメラマンの石山です。今日は9月の30日の水曜日。まだね、結構朝早い時間にこれを作ってます。9月30日ということで、あと3ヶ月で2020年が終わってしまうんですけども、今年は本当に写真撮影に出かけてないなというふうに、思っております。思っていますが、昨日ですね、近くの公園で彼岸花の写真を撮ってきました。カメラは EOS R6 で、レンズが EF の70-200の F2.8 を使ってます。4枚のですね、写真を載せるんですけども、プラス2枚、ちょっとあえて失敗作的なものを、撮ってきました。で、それはですね、私がたまにですけども、写真教室的なところでですね、ちょっと先生として、講評することがあるんですけども、で、その時にですね、皆さん花の写真とかをね、よく撮られるんですけども、多く、こういうとこ気をつけた方がいいんじゃないのかなっていうようなことがですね、目にすることが多いので、あえてそういうところの失敗的なですね、もう少し整理した方がいいんではないかなというような写真を、ちょっと2枚だけ、追加で撮ってきました。まず失敗例の方の1枚ですけども、彼岸花がですね、真ん中に中心にちゃんとあって、で、背景も結構それなりにボケてます。なんですが、左端に、ボケで彼岸花が大きく入ってます。で、このボケが2つ入ることによって、その中心の主役のですね、彼岸花に目がこういかなくて、どうしても左の方のですね、塊の大きな彼岸花に目がいってしまうんですね。で、これはちょっとアングルを変えるとかですね、方向を変えるだけで、この塊の2つをですね、回避することもできます。で、と同時に彼岸花のちょっと上の方に黒っぽい、土のところのボケが入ってるんですけども、これもですね、アングルを少し変えてあげることによって、そのボケの位置を変えるっていうふうにした方がいいのかなというところで、2枚目の写真を載せてます。左の方にですね、ちょっとだけ花のボケは赤く入ってるんですけど、これはそんなにね、気にならないのかなというのと、あと黒のその土のところのボケがですね、彼岸花の下の方に来ることによって、上にあった時の重さではなくて、ちょっとこう反対に安定した感じのボケに見えるという、作例を作りました。そして2枚目を見ていただきました。2枚目のですね、失敗例としては、彼岸花がこう縦にですね、重なるような形があって、で、その奥にさらに重くボケとして彼岸花が入ってます。で、この塊感がすごく重くて、写真としてちょっとね、重いなというのふうな印象を受けるかなというふうに思います。それと同時に、背景のですね、縦のこうスリット状のボケがあるんですけども、これは撮影した場所の公園のフェンスがですね、ボケで入ってるんですけど、こういうボケもですね、気をつけた方がいいですよということで、あえて、作りました。で、同じ彼岸花を撮ってるんですけども、アングルを少し上げることによって、そして位置を変えることによって、奥にあるボケの彼岸花はもう映らないようにしました。で、そのスリット状のですね、フェンスも映らないようにして、背景を作りました。という2枚目ですね。
はい、で3枚目4枚目、これはまあ失敗例ちょっとないんですけども、ボケの選び方によって花の印象がですね少し変わりますということで見ていただければと思います。3枚目はですね、白い、抜けの部分の明るいところのボケを一番上に入れて、でその少し、花寄りの方っていうかね、まあ、手前に、芝生のようなところのですねボケが、明るいところで緑があったので、それをボケに使ってます。で、花の下の方にですね、少し彼岸花の赤い花のボケを入ってますけども、これもですね、光が当たってるので、重くならないで爽やかな、こう中に彼岸花が咲いてるという、まあちょっとね明るめの感じで、撮りました。で4枚目は反対に少し、落ち着いてですね、緑が、まあ先ほどよりもちょっと濃いめの緑をボケに使って、で彼岸花をそのボケの中にちゃんと入れることによって、赤い彼岸花の色をですね印象的に、浮き立たしてます。でそれと同時に奥の方に彼岸花の、赤いボケがアクセントとして入ってるんですけども、これを入れることによって単調なね、緑だけのボケではなくて、こうちょっと変化のあるボケを作ってみました。ということでこの4枚を見ていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ参考にですね少ししてもらえれば幸いです。もう一つですね、 4K の動画というのを一応撮ってます。でこれをまあ見ていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。